はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。タイムアウト系デュエリスト、リュウです。さあ本日なんですが、遊戯王史上、最強にムズいと言われているレイジーというテーマ、皆さんご存知でしょうか。このカード、このテーマ、強化来ましたね、診断で、回していこうと思っております。このテーマ、まあ一言で言うとマジで脳トレマジでムズい展開ルートかという風なテーマでございまして、なんか結構展開むずいテーマっていくつかあるんですよね。あの遊戯王に、まあ、DDD とかあの辺結構難しいとか言われてますけれども、霊獣はねもう本当にイカれてまして、展開ルートの難しさがこれ、まあ理由なんですけど、まず、アドバンテージを稼ぐこの精霊獣器カンナホークっていう融合モンスター、こいつのアドバンテージの稼ぎ方がもうそもそもあのめんどくさい。一旦に一度自分の除外状態の霊獣カードを2枚対象に取って、そのカードを墓地に戻すよと。で、デッキから霊獣カードを手札に加えるっていう効果。この1番の効果を何回も使ってアドバンテージ稼いでいくっていう、そういうテーマだったんですね。で、2番目の効果で自分相手のターンにエクストデッキにこれを戻しながら、除外状態の霊獣使いモンスターと精霊獣モンスターを特殊召喚するっていう効果って、1番と2番を自分でチェーンできるんですよ。で、1番の効果で2枚戻そうとして、で、2番の効果で、分離するっていう効果を使って、なんかこう、消失、アドバンテージの消失を抑えつつ、なんかその1番の効果を無限回使って、これ一応名称してないんでね、これあのなんで、まあ、何回も何回もこの神の方向出して、これをーサーチを、まあ、何回も入れていくという、そういう感じのテーマになっています。で、要はね、なんかで普通の遊戯王だと、例えばさ、エアーマン召喚って言ったらさ、あの1番アドバンテージ稼ぐじゃないですか、1枚増えるからカードが。それをこの神の方向はその無限にその除外状態のカードを戻してさらに分離することによってやってるから、なんかね、回りくどいんだよねアドバンテージの稼ぎ方がマジで回りくどい。で、まあ展開方法としては、その融合カンナをめっちゃ出していくっていう点があります。で、あと新しくあの増えた、モンスターが、やっぱリンクモンスターのこのレイラウタリっていうね、モンスターとかが、増えたり、あとこのノチュードラゴっていうね融合モンスターが増えたりして、結構展開が伸びるように、デザインされております。で、あの精霊獣で使いレラっていうこのモンスターがこれめちゃくちゃ強くて、っていうことからぶん投げると霊獣の召喚を行えたり、霊獣カードが戦闘効果で破壊される場合に代わりに除外できたりとか、あとこのカードを除外されたら、精霊獣使いレラ以外の霊獣モンスターを特殊召喚できたりとかっていうことで、初動にもなる、貫通札にもなる、で、後続確保にもなるということで、もうめっちゃ強いんですよ、これが。これをまあ、 頑張って使い回していくみたいな感じのテーマになっていますね。で、展開方法なんですが、これマジでむずすぎて僕カンペライト回せないんですよなんで対戦中はあの横カンペを置いて回しました。で、ちょっとね、あの構築が多分動画対戦内でちょっと変わってて、まあ、超融合とか入れてたんですけど、最初なんかテンパイルとかに超融合はまあ効かなくて、三元素貼られたら、なんであのシンプルになんかあの超融合なんかあんま意味ねえなって思ったんで、超融合ではないなんか汎用的に使えるカード、次元の裂け目とかディメンションアダプターは強いんだけど、普通にあのこの、サメの悪夢とか入れましたね。はい、まあ無限保養は一応汎用では入れてるんですけど、まあ三元素を貼られちゃうとあんまり意味がないので、まあこの辺はなんか自由枠という感じで書いていただければいいのかなというふうに思いますね。ちなみにあの次元の叫びとかディメンションアトラクターは結構手札に来るんですけど、これ打っちゃうと増殖する地腐っちゃうんで、まあ増殖する地ももはや考えもんですね、これはい、ディメンションアトラクター100枚積みたいです、これこのデッキ。はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。なるほど、これは真剣ゼミでやった展開だな真剣ゼミで先にこれあれか、こっち発動して次元の先の発動なんかあります。あ、オッケー、これで G とか飛んでこないか、エフェクトベイラーとかも、打てないぞ。無限無限保養とかは打てますけど、一応なんか手札からなんか墓地を送って発動する効果じゃないからね。で、カンナ方向を見せまして、ああはいはいはい、うららですね、了解しました。あのうららは別にいいです、あの これ通ってもそうなんどっちもいいんで、これうららはスルーですね。はい、でこれはうらら打っていただけたので、満を持して長老召喚で、長老がいると、ちなみに、召喚限が1回増えた。無限法要来た、やばい、相手霊中何も知らんぞ。まあ俺もあんま知らんけど、これ長老に無限保養打ってもあんま意味なくて、これ結局召喚権増えるのはこれもう何適用されてるんで大丈夫っていうこれちょっとね、無限保養のね打ちどころ難しいよね、これね、無限保養意味ないんですよ、長老って。そう、これね、これやっぱあんまなんか納得はできないところではあるよな。
そうなんですよ。ちょっとこれ相手これ心折れてされるんじゃないか心配だわ。でカンナホークとレーレラでカンナ橋本カンナ出して、で融合橋本カンナの効果発動する。除外ゾーンのカード戻すよって言いながら、そいつを特殊召喚できるよと。で1枚戻ればサーチが入るので、精霊ジュレラとカンナホークをもう一回盤面に呼び戻すことができると。このねカンナホークのねアドバンテージの取り方がねあまりにも回りくどすぎて、このデッキのねアドバンテージの取り方がマジでね回りくどいのよ。とにかくマジで回りくどい特殊召喚1回しかできないのが一番やばいんだけどね。ちなみに、まあ、これは、どこでもいいわ。で、カンナホーク、橋本カンナホークの効果を、発動しなきゃいけない。ちなみに今右側にカンペを置きながら回してます。はい、今右側に僕の画面、今3画面でやってるんですけど、撮影部屋右側の画面にはレイジーの展開イルドっていうのを右側にカンペを出しながらねやってますんでね間違えることはないと思います。で、キム・ファルコス、リンク召喚。ちなみにそのルートから外れた瞬間に訳がなくなるんで、そのルート通りで回させてください。お願いします。で、キム・ファルコスの効果を発動して、でレラを除外して、ウェンを召喚して、でウェンの効果で除外ゾーンからモンスターをさらに特殊召喚できるよという効果を発動する。でこれラムペンタを特殊召喚。はい、でペンギンちゃん出して、でペンギンちゃんの効果発動する。でペンギンちゃんの効果発動して、オーバーレイユニット、オーバーレイじゃねえ、間違えた、なんでオーバーレイって、除外し融合アペライを除外して、アペライを除外で、カンナ橋本カンナホークを融合。はい、で橋本カンナホークの、じゃあ橋本カンナホーク何枚ぐらい出るんだろうな、なんか4回か5回ぐらいいつも出るから、大体このカードを使ってなんとかしてアドバンテージを稼いでいくっていう、そういう感じなんですけどね。で、カンナホークの効果を発動する。でここで重要なのは、墓地に戻すカードと、特殊召喚するカードをばらけさせるっていうのが重要と、僕のカンペには書いてます。これなんでかっていうと、ノチウドラゴを、墓地のスライで融合召喚したいからですね。はい、でこうして、でこうしてアペ でさらにカンナホークの効果によって回収しつつ、一旦ここは、長老を回収すると書いてあるんだが、まあこれ長老回収はもうだから長老が出てるから、これは多分昇盤でいいのか、まあ別に連携でもいいか、連携でいいな、どうせ後でサーチするんだから先サーチしても別に構わないという話ありますね。で、一回自分の墓地のモンスターを使ってノッチウドラゴを出して対象耐性を付与できる。これ自分のフィールド上のね、なんか他のノッチウドラゴ以外のやつが対象耐性付与できますよみたいな感じなんだけど、で、リンク召喚を行いましょう。リンク召喚を行い、自分のフィールド上のモンスター、を使ってレイラウタリをリンク召喚、かわいい。でレイラウタリの効果を発動。レイラウタリは除外状態の霊獣カード1枚を回収しつつ、っていうだから霊獣を召喚できる。これによって橋本カンナホークをもう1回召喚。ほい、で橋本カンナホークの効果を発動。橋本カンナホークでこれ効果発動してね、これあれか、ウィンダか、ウィンダ、はい、でウィンダね、はい、 ありがてえカンペカンペありがてえ。でカンナホークと長老を融合素材にして橋本カンナホーク出して、これ何回目だ、これ3回目か4回目か、ちょっと分かんねえ。でカンナホークの効果を発動する。でここは戻すのはまあ何でもよくて、レーレラと、まあ霊獣使いと精霊獣のセットを墓地に置いとけば、次の回収のターンでノチュードラゴンが出るから、まあそっちの方がお得かなみたいな話あるよね。はい、でもう一回カンナホークを出して、で特殊して、はいはい、とでカンナホークの効果によって、もう一回連携を持ってきて、連携はちなみに霊獣モンスターの数だけフィールド上の、モンスターを破壊するよという効果がありますので、これ魔法トラップカード破壊してくんないからさ、これあれなんだよね、三元素とか貼られたらマジやばいこと起きんで、ね、ああそれだけマジでやばいこと起きるっていう話はあるんだけど、まあ、とりあえずウェンだね。はい、でこれでこれこう戻して、でさらにまあ昇盤とかでいいのかな、昇盤とかで、はい、で3クセしかできないんだけど、まあ、セットでエンドが、はい、
これな、霊獣の連携とかいうカードがな、モンスターだけじゃなくて魔法トラップカードも破壊してくれたらマジで話しかかったんだけど、モンスターしか破壊できんからマジでなんかだいぶ工夫しないといけないっていうね。まあ、裂け目あるんで、結構裂け目がねマジで辛いと思うんですよね、あの展開一系デッキって。だからこれだけで勝てる説はある。結構ディメンションアタックだと。アトラクター、サーキュラー来た。これもだからさ、ほら、だからサーキュラー文字送って発動だからさ、これ使えないんですよ多分これ、サーキュラーの効果が。だから召喚するしかないって言われて、これなんだろう、これあれか、アルミラージュとかですか。あ、アルミラージュじゃねえな、あれか、リングリボーか。リングリボーは別にいいか。まあ、ま、トラップカード1枚無効にされるかもしれないけど、別に無効にされたらされたでそいつが消えるから。あ、パラエクシードか、なるほど。パラエク、パラエクか、パラエク。じゃあ妨害の当て方は完璧に書いてないからな妨害の当て方は完璧に書いてないんで、霊獣の連携の効果を発動します。相手フィールド上の、モンスターを、霊獣モンスターの数まで爆破します。で、チェーンして霊獣、精霊獣機カンナホークさんの効果を発動。カンナホークさんの効果により、まあ、ウィンダーとかを、置いとくと、ウィンダーが破壊されたら融合モンスター出せるよみたいな効果あるんで、エクストラデッキからなんで、こいつめちゃくちゃ強くて、でこれ耐久力がやべ60秒しかない。カンペ回しながら回しても60秒しかない。はい、でこうで連携で相手のリングリボを破壊して、これリンク先なくなるんで、これ相手あれですね、パラレクション出せませんね、これ多分。はい、オッケー、よし神、よし神。まあ一応縦にするか、これで、アプライを縦にして殴られないようにしよっか。アプライオはちなみに打点も上昇の効果もあるんですね、霊獣モンスターの点がフリーチェーンで結構強いわけですよ、このライオンキング。さあどうする、叫べ辛そうだな相手。そうだよね、これ多分ね叫べで勝ってるわほぼいやーなるほど、これはね、これはね真剣ゼミで習ってないねこのハンド式このハンド真剣ゼミで習ってね、このハンド真剣ゼミで習ってなさすぎる精霊術界リラ特召喚わからねえ、なんかある、何かがありますね相手。レイラ召喚してマニダリ融合召喚しに行くしかないんだけど基本的には。で精霊獣機カンナホークさんをカンナホークさん出すしかねえのかな。で精霊獣使いで一応カンナ除外し、特殊召喚してカンナ効果って言えば多分分離はできるから、ちょっと待ってですね、これ融合カンナでいいのかな多分。でこれちなみに今カンペに右側の画面に置いてあるカンペに、何にもルート書いてなくて、これマジで雰囲気で回します、雰囲気回しいきます。これ初めての雰囲気回しできるかどうか分からんけどプレミしたらごめんね、これ霊獣プロの人を見たらこいつマジでやばいなってなると思うんだけど、これごめんね、本当に脳トレしていくわ、雰囲気脳トレしていくわ。で精霊獣カンナホークの効果発動しない と、分離ができないので分離させてもらって、分離させてもらう、うわー無限紅葉やばいカード打たれた、これどうすればいいの、無限紅葉とか打たれた場合これどうすればいいの、これわかんなすぎ、わろたリンクとかしたらワンとかあんのは、まあ、一応ちょっとカンナホークの効果だけ使うか、まあ、分離はできないけど、分離はできないけれども、これを戻すことにより戻すことにより、サーチはできる、まあ、連携サーチしとく感じなのかな、連携サーチして、でノチュードラゴン一応出せるからノチュードラゴンだけ出しておくか。墓地に戻すとそのモンスターをね、いやこれあれだね、霊使いと精霊獣が揃ってたら熱いねこれ。でこれこうしてでノチュードラゴンで対象体制を一応付与しておき、キムファルコスとか使ったら伸びんのかなちょっとマジでわかんねえ、キムファルコスとか使ってなんかリンク召喚とかしてなんか伸ばす方法ありそうな気もしないでもないんですけど、ちょっとマジでわかんないんでこれで勘弁してくださいわかんないんでこれで勘弁してください。なんかキムファルコスでなんかねウェンをもう一回出しに行くとかそういうのはあるかもしれないけど、ちょっとわからない。でもカンナホークってカンナがもう一回召喚特殊召喚してるから無理かな、金券か、 OK です。ガチでテンパイルだけマジでやめてほしい、テンパイルだけほんまにやめて、テンパイだけマジで効いてないからマジでやめてほしいんだけど、一応分離だけしといた方がいいのかな、まあ後でいいか、ガンバとか飛んでくる可能性あるか、バイオス、あーそっち、いやラバコやばい、
ラバーゴやばい、ちょっと待ってラバーゴやばくない、何これ、ちょっと待ってくれ、これクシャトリアとかかな、さすがに分離するわ、そのこの後何サーチするかによるけど、あーやばい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 、分離しよう、ちょっと待って、分離しよう分離しよう分離しよう、橋本環奈ハオク分離、自分の除外されている霊獣使いと、精霊獣を特殊召喚できますよという効果で、これで特殊して、いや、なんとか耐えろなんとか耐えろ、お前ら守備2000やんのでかいねこいつら。さあどうする、ラバゴは手札に加わったのでラバゴは出される可能性があるということだけ覚えてみましょうガチでやばいこと起きた。プラネットパスファインダーか、なるほど、プラネットパスファインダー、あ、じゃあラバゴ出てこないわ。じゃあラバゴは出てこないってことね。フィールド魔法を手札に加える。なるほど。了承。あー、パライゾスオッケー。パライゾスオッケーです。で、無世界パライゾス発動します。無世界パライゾスの効果を発動し、デッキからクシャトリアユニコーンが出てくる。これユニコーンなんかもうほっといたらあかんやろ、これ。ユニコーンなんか絶対にほっといたらあかんのよな。ぶち込むか。こんなんほっといてもろくなことないから、これ消し去るわ、消し去る、ユニコーンはちょっと絶対にダメ、あいつの効果は使わせない方がいい、もはや。で、ね、これどっちでもいいか、まあ一応アドバンテージ稼げる、稼げねえか、ガレオラ墓地いかねえじゃんこれ、まあどっちでもいいか、どっちでもいいや、これ守備力高いからこっちでいいや、はい。うわー、超融合共鳴の翼ガレオラ特殊召喚、さあとりあえずクシャトリアってか次元の叫び聞かなそうすぎる次元の3200高いってそんなポン出ししていいだてんじゃないんだよそれ、3200って高すぎだろ、高すぎ、新作で草なんだけど、ちょっと待ってくれ、助けてくれ、これどうしたいんだこれ、やばいぞ、やばい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 、これマジでこれ次元の叫びが刺さらなすぎる、あでもよっと、なんか展開止まったぞ、展開止まった、来た、奇跡起きたか、あのチドラゴン、後ドラゴン、いやまあでもこれこの開始のターンでぶっこす、展開される可能性があるんで、一応霊獣の連携は取っておきます、はい。でこれはもうだから野中ドラゴを甘んじてぶっ壊さない、受け入れます、さよなら野中ドラゴ、お前のことは忘れない、あー長老行かれた、行かれたか長老、老人高齢者をいじめるんじゃない、霊獣使いレアの効果、あそっかこれ破壊耐性あるわ、あこれ強い、これ破壊耐性ある、強いぞ、これさらに特殊ができるぞ、来たあっち、これは激アツ、何出したらいいのこれ、アペライオかなんか出したらいい、アペライ意味ねえか、ラムペンタかなんか出したらいいのか、精霊獣、あこれラムペン、いやわかんねえ、ラムペンタ出せばいいか、ラムペンタ、だからとりあえず一番アドバンテージ稼ぎそうなやつ出したらいいか、これこれで耐久してもらって、でまああのパーピアスとか打ってくるようだったら連携を打つという感じですね、叫め叫めで草お互いにお互いに刺さないデッキですだったらなるほどな、叫びミラーねこれ、叫び叫びや草、ターンを終了しようとしていますだったらまあもう打っていいか、ターンを終了していますだったらもうこれぶち込んでよくて OK、 プリペアが一応発動されるんで、プリペアでなんか戻ってくるの、戻ってくるな、いやこっからのルートわかんねえマジ、ちょっとわかんねえこれ、こっからどうやってキル取るのかとかマジ真剣ゼミで習ってないんだけど、ちょ真剣ゼミ習ってないこと出てきた、問題やばい、あプリペアは発動されてなんかユニコーンか、ユニコーンが特殊召喚されて、まあユニコーンはいいか、エクストラデッキ触られるのは最悪どうでもいいや、さあ何を除外したいのか分かんねえぞ、さあ一体何を除外したいのかマジで分かんねえぞ、まあ、とりあえずアドバンテージ稼ぎそうなやつからいくけどよ、アドバンテージが稼ぎそうなやつだからとりあえず出していくことにすればなんか多分いけるはずだ、で長老出しに行く、まあ、ユニコーンの効果発動されるわな、ぶち抜かれんのはアレイラだり行かれたチキショー、まあしょうがねえ、とりあえずライオン除外しておけばいいか、ライオン除外してライオンこうするでしょ、で打点をつくに行かないといけないんだよな、まずとりあえずキムファルコスかなんか出したらいいのか な、 なんかモンスター激余りしてるんで、ここで一回キムファルコスかなんか出しに行ってこうして、でキムファルファルコスで回収しに行くとかすればいいんですか、一旦ノチュートラゴの効果使っ
して除外ゾーンから回収して、カンナホークとかでいいのか、これマジでわからねえマジでわからねえマジでわからねえ。で、カンナホークの効果発動して、多分ねこれコストカンナホークカンナホークでももう全部除外されてるから、あんまり除外する意味もねえのかな。多分一回これユーゴホーク行くよね。ユーゴホーク行って、でユーゴホーク効果発動するよと。で何でもいいんだけど戻しますよという効果を使いまして、後中太鼓出したいから、多分これあれだよな、霊獣使いと精霊獣をあれだろ、戻しときゃいいんだろ多分これで。そのモンスターを除外して、ノチュードラゴを出しつつ、でさらにアペライオの効果も使って打点を上げに行くみたいな、そういう話でしょこれ多分。オッケーオッケー、なんかなんとなく分かってるぞ。さあ、2700打点を超えるのにもありえない量の展開をしなければならないと言われてますはい。でデッキから手札に加えるのはまあ何でもいいか、ウィンダとかでいいか。でもう一回融合カンナ出しに行って、で、融合カンナ効果発動して、さあ、アドバンテージ稼いで、57秒しかないのマジでやばいな。57秒しかないのマジでやばいんだけど、ちょっと本当にどうにかしたいんだけど、これはマジで真剣ゼミでやってないからしょうがないんだよ。ごめんね、みんな。もうちょっと練習してから回そうね。相手に、対戦相手にも迷惑だから、ちなみにこれやられると。対戦相手の人もこれ迷惑だから絶対こいつおっせえなってなってるから多分で、これ、除外ゾーンから戻しつつ、でさらに融合カンナの効果を発動し、はい、で戻して、でこれはアペライオとウェーンを特殊召喚できる。オッケーはい、ほんで、はい、で、はい、でカンナホーク効果発動して、でなんかわからん、昇板かなんか持ってきたらいいのか、昇板でバトルフェッチに融合するわ。でアペライオの効果発動する。ゲームから霊獣カードを除外することによって打点をめっちゃ上げるという効果、全員の霊獣のこのターン OK で、一旦融合カンナを出しに行き OK で、さらに自分の墓地からシュードラゴを除外しに行って出して OK、 これで打点超えてるから、これでぶん中に行けば OK。 バトルフェイズ危な、2球って、いや100だった、ちょっと待って危ない、急げ、残り7秒しかないから、でこれ3000ダメージで、ちなみに、よし、でこれ2700ぶん殴って、オッケー、あぶれ、来た、いけ、あぶれ、あぶれ、危ない、ダメだ、このデッキ真剣ゼミもうちょっと通います。霊獣なんか回せる人めちゃくちゃ尊敬するわ。DDD とかもそうだけどさ、やっぱさ、こう連動が物を言うみたいなテーマをこう回せる人ってめちゃくちゃかっこいいですよね。俺もなんかこういう霊獣みたいなテーマ、なんかドヤ顔でなんかめちゃくちゃぶん回したいなっていう気持ちはあるんですよ気持ちはね、まあ、現実的には無理なんだけど頭が悪くてね、こういうテーマ苦手なんですよね真剣ゼミでやってない展開はちょっとできないみたいな話ですよね。大余力がない人間ではあります。はい、すいませんでした。じゃあ DDD の、動画作った時もなんかめっちゃ横にカンペ落ちたからな俺、はい、エンシェントフェアリー、てかそもそもテンパイルで先行取る行為が意味不明なんだけどさ、無世界パライドスなんだって、無世界パライドスなんだって、クシャトリラライズハートは、何これ、エンシェントフェアリーやばい、なんかよくわかんないけどなんか展開されてる、めちゃくちゃな、クシャトリラライズハート効果、ペンリル除外、なるほど、レベル7のモンスター2体オーバーレイ、何、レベル7のモンスター2体やばいな、おいおい、やばいだろその動き、
お、やばいやばいやばい、なんかちょっとやばいこと起きた。おい、なんか天敗竜かと思ったらなんかギャラクシートマホーク出てきたぞ。おい、何が起きるんだこれ。一体全体何が起きるんだ。マジマジで意味わからない。なんだこれ。あー、なんか謎のゴムガン来た。謎のゴムガンが出てきたぞ。意味わからん。ゴムガンの効果発動して、発動しないのかい。アハシマ、なるほど。でアハシマパイセンの効果発動する。何かよくわかりませんが、とりあえずレベル同じモンスターが出てくる。スピードロイドメンコーとクシャトリライズハート、わかりません。でオーバーレイできる。でギャラクシー、フォトンドラゴン誰、でこれでギャラクシーカードを、またはフォトンカードを手札に加えることができる。なんか分かってきた気がするな。これなんかもしかして僕死にます、もしかして僕死にます。ラドンですよね。はい、でもラドンこれトークン埋めませんよね。ラドンの効果発動しますよね。で2体リ、サクって幻獣機が出てきますよね。でコルトウィング出てきますよね。でコルトウィングがトークンが2個生まれますよね。なるほどですね。なんかすごい強引な展開しておりません。ラドンラドン来た。何これラドンラドン来た。謎のラドンラドン。さあラドンラドンの効果によって、めっちゃトークンが生まれてくる。はい。で、ラドンの効果発動する。デッキから幻獣機を特殊召喚さらにできる。で、ウォーブラン。で、ウォーブランが、中段なので、これでくっついて。コルトウィングはこれ出てきた時にトークンに行こうかなね。で、ダークダイブボンバー。おい天敗竜に見せかけた閃光ワンキル来た。ちょっと真面目にマージャンしろや。おいおい、真面目にやれ。